どうも、ライオンです。7月になりますかね。はい。こちらのエントリーグレードニューガンダム。はい。これを、まあ、パチ組のものを紹介した動画があったんですけども、その時にもね、言ってたんですが、まあ、ちょっと仲良くしていただいている YouTuber のマッキーめぐみさんがやってらっしゃる、俺式エントリーグレードニューガンダムっていう企画。まあ、このエントリーグレードニューガンダムを、まあ、好きにね、作って楽しもう遊ぼうっていうね、そういう企画なんですが、まあ、何かね、そこに出すために、ちょっと手を加えて、ね、見ようかなって話をしてました。そして、同じくちょっとね、積んでいたのを掘り出してきました。この、ヘビーウェポンシステムのニューガンダム。まあ、これを使って、ちょっとね、改造などやってみようっていう風な話をしておりました。で、これを撮っているのが8月の、11日、4日、8月の4日ですね。8月4日現在、どんな風になっているか、ね、お見せしたいと思います。現在、私のニューガンダムは、全く変わっておりませんでした。はい。あの時のパチ組のままです。はい。まあ、十分これでもね、かっこいいんですが、まあ、なんでこんなことになってるかっていうと、まあ、まずはね、他にも楽しいものがいっぱいあったりするし、他のプランを作ったり、ゲームやってたりとかいうのもあって、全然触ってませんでした。なんだったらこの箱の中に入って、出してすらいませんでした、というのもこのヘビーウェポンシステムね、これね、これを使って改造みたいな、なんだったらヘビーウェポンシステムのニューガンダムにするっていうやつ、まあ、この俺式エントリーグレードニューガンダムとは関係なく、もういろんな人がやっていて、そしてたくさんの作品がツイッターとかにアップされております。はい。それを見て、やっぱこれでは弱いなっていうふうに思ってしまって、じゃあどうしようと、ずっと悩む日々です。はい。ま、っていうのと、あと、締め切りがね、7月の30日だったものが、8月の31日までに伸びたんですよ。猶予ができた。なので一旦ちょっともうこれを諦めたところで終わろうと思ったら、まあちょっと時間ができたっていうことで、8月ね、先ほど一緒にこれ撮ってる現在は4日、ね、締め切りは31なので、まあほぼ1ヶ月ぐらい猶予はあるということで、再びちょっとね、ちゃんとやろうというふうに思いました。はい。そんな報告の動画を作ってどうするんだって思うんですけども、まずはですね、ヘビーウェポンシステム、ちょっと一旦、どけます。はい。そして、ニューガンダムなんですけれども、どんな風にしようか、いろいろと考えたのですが、まあ、うちのチャンネルらしいというか、私のね、作るプラモらしい方向で、やってみようじゃないかというふうに、まあ、思いまして、はい、うちといえば、うちのチャンネルといえば、まあそうですね、マスクド DJ ライオンカラーに塗装するという、そういったものをね、過去いくつか作っておりまして、あと、この、俺式エントリーグレードニューガンダムの企画をやってらっしゃる、マキメグミさんのチャンネルではですね、プラモ自慢っていうね、こちらは毎週土曜日にね、配信されてる中で、いろいろね、ツイッター上にアップされたプラモ自慢っていうハッシュタグで、ね、投稿された作品を紹介していくという企画されてるんですけども、その中でも、毎度のことのように私も、ライオンカラーに、ね、塗装した作品をアップしているので、まあ、そこで、ね、私の出した作品だとすぐに分かりやすい感じにするために、ね、ちょっと全身ブラックで塗ってみようかなと思います。で、あとはグリーンですよね。差し色のグリーンをどこに入れようか、それをね、ちょっと考えていたりとかしております。
はい、まあどんなものになるか、ね、まだまだ詰めるとこあると思うんですが、まずは真っ黒ニューガンダムに、してみようかなと思います。はい、で、進捗状況はこの動画で、ね、締め切りの8月の末までちょっとね、ご紹介していこうと思いますんで、まあ、できれば週1ぐらいのペースで、はい、このニューガンダムが変わっていくところを、お届けできたらなと思っております。はい、もう言っちゃったらやるしかないんでね、やりますよ。はい。ですので、よかったら楽しみに見てください。そして、まだまだ8月の31日までね、この企画、いろんな方のね、参加をお待ちしているということですんで、よかったら一緒に、ニューガンダムのね、オリジナル改造で楽しんで、ね、作品投稿してみませんか。はい。動画の概要欄にね、マキメグミさんのチャンネル、お店のチャンネルかな、ね、URL とか貼っておきますんで、そちらをチェックしてですね、よかったら一緒にエントリーウェイとニューガンダム作りましょう。仲間もいた方が、逃げられない、諦められないと思いますんで。はい。それでは、今回はですね、進捗状況、まさかの何にもやってないという報告でした。じゃあ、また。会おうぜ。次頑張ります。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。超えろ地獄の使者、闇が空を覆う。